ヒトラーを殺そうは、イギリスの SF ドラマ、ドクター、フーの第6シリーズ第8話、2011年8月27日に BBC1 と BBC アメリカ及びスペースで初放送された。スティーブン・モファットが執筆し、リチャード・シニアが監督した。本作では、異星人のタイムトラベラー11代目ドクターと彼の コンパニオンのエイミー・ポンド及び彼女の夫、ローリー・ウィリアムズがタービスを二人の幼馴染み、メルスにハイジャックされたことで、1938年のベルリンに不時着する。彼らは時間長約制に執行機関テてセレクタに処刑されかけていたアドルフ・ヒトラーを偶然救出してしまう。メルスはヒトラーに撃たれて予期せずリバーソングに再生し、 エイミーとローリーの娘メロディーの成長した姿であることが発覚する。リバーは将来ドクターを殺害する罪を負っており、テッセレクターは彼女を断罪しようとする。一方、ドクターはリバーの毒の口紅による死の危険に直面していた。モファットはヒトラーを殺そうを第6シリーズの開幕よりも気楽なエピソードにしようとしていてヒトラーをからかう意図もあった。 本作は、リバーソングに関わるストーリーアークの多くの要素がまとめられている。撮影は2011年の3から4月頃に行われたが、冒頭の小麦畑のシーンは、小麦の成長を待たなくてはならなかったため、第6シリーズで最後に撮影された。ベルリンのシーンの多くはスウォンジーで撮影され、カーディフのテンプルオブピースもロケ地として使用された。 イギリスでは810万人の視聴者数を記録し、第6シリーズで最も多く視聴されたエピソードとなった。批評家の反応は大半が肯定的であったが、テスセレクタや設定やキャラクターの様々な面に批判的なものもいた。2011年8月15日に BBC はスティーブン・モファットが執筆した、ヒトラーを殺そうの短編前日短を公開した。 前日単ではエイミーが11代目ドクターに電話をかけメロディーを探すようにメッセージをターディスノルスロクに残す。エイミーはメロディーが成長してリバーソングになることを知っているが、それでも彼女の成長の様子を見たいと告げる。メッセージの終わりにエイミーの懇願にもかかわらず、深刻な顔をしたドクターが受話器を取らずにメッセージを聞いていることが明かされる。本作では、 リバーソングのキャラクターのいくつかの面の起源が明らかになる。リバーに再生する前に、メルスは自分が静かなる侵略者の終盤で再生した幼女であり、赤ちゃんになってから成長してメルスになったと説明した。未来のリバーはターディスの色をした古い引き帳を持っているが、本作でドクターが新品の手帳として渡したものであった。 本作でドクターはリバーにネタバレという概念を教えており、これはもともと10代目ドクターが静寂の図書館、影の森で彼女に告げられた言葉で、その後リバーのキャッチフレーズとなっていた。リバーは天使の時間でタービスを操縦していたが、本作でタービス自身が教えていたことが明かされる。天使の時間では教える先生が良かったと述べ、 その日ドクターが忙しくしていたことにも触れていた。鉄セレクタの乗組員はリバーを指名手配の危険な犯罪者と考えている。リバーは未来で誰かを殺害して投獄されたことが天使の時間で明かされており最高の男を殺したと述べていた。本作のエピローグではリバーは考古学者になってドクターを見つけるためルナ大学に入学する。 これまでの彼女の登場から、彼女は将来博士号を取得して、教授に就任することが分かっている。リバーが病院で目を覚ますとき、ドクターはルールその1、ドクターは嘘つきだと告げる。このルールは将来リバー自身がビッグバンで告げる、言葉の繰り返しである。ドクターがターディスの対話ユニットを起動する際、彼の以前のコンパニオンであるローズダイラー、マーサ・ジョーンズ、 ドナノーブルが登場する。彼は彼女たち全員に罪悪感を抱いていることを理由にこれらを拒否した。最終的に対話ユニットは幼少期のアメリアの姿になった。ケイトリン・ブラックウッドは過去のエイミーの回想として幼少期のメルスやローリーと遊ぶ場面でも出演した。幼少期のアメリアの対話ユニットは魚のフライとカスタードについて触れており、これはドクターが 11番目の時間で現実のアメリアとフィッシュカスタードを食べたことに基づく。歴史の固定ポイントという概念は、ポンペイ最後の日で生み出されたものである。ターディスの中で、重火器が使えないという主張は、4代目ドクターのザ・ハンド・オブ・フィアで登場した。制作葬式のスティーブン・モファットはヒトラーを本作で、おちょくろうと考えた。シリーズ中盤の初演である本作は、 残酷で暗い第6シリーズの開幕、ドクターからの招待状、静かなる侵略者と反対の雰囲気である。脚本家、スティーブン・モファットはヒトラーを悪の象徴として扱うのではなく、明るいコメディの文脈でヒトラー登場させてをからかおうと考えており、同じくヒトラーをネタにしたインディ・ジョーンズシリーズに本作をなぞらえた。モファットはメルスの再生シーンを好み、 新しい体を確認するシーンをコメディにした。彼は本作がリバーの物語の始まりであり、どのようにしてこれまでドクターが出会ったような女性になるかを描写していると断言している。再生後には映画卒業のミセス・ロビンソンとベンジャミン・ブラドックの象徴的シーンを再演し、ドクターにハロー、ベンジャミンと呼びかけている。カメラアングルも映画を意識したものである。 ドクターは以前、ドクターからの招待状でリバーを、ミセス・ロビンソンと結びつけていた。キャストとスタッフは、ヒトラー役を演じたアルバート・ウェリングがヒトラーによく、似ていて、超現実的な体験をしたと捉え、彼の衣装とメイクのアーティストが良い仕事をしたと感じた。テスセレクタの乗組員、ハリエット役を演じる、エラ・ケニオンは、後に4代目ドクターのオーディオドラマザラース・オブ・ザ・愛しないで、 ブーリカ役を演じた。アーサー・ダービルは本作におけるローリーがアクションヒーローとしての役割を担っていたことを喜んだ。放送前にマット・スミスは本作が今までで特に好きなエピソードかもしれないと主張した。11代目ドクターは本作で暗い緑色のロングコートを着用しており、このコートの初登場を飾った。十一代目ドクターの衣装に関する在庫シリーズの インタビューでエグゼクティブプロデューサーのピアーズ・ウェンガーは11代目ドクターにはコートが似合っており次シーズンでそれを進化させたいと述べていた寒さのためスミスはコートを欲しがっていたヒトラーを殺そうの読み合わせは2011年5月21日に行われた冒頭の小麦畑のシーンは2月にもファットが執筆していたが 小麦の成長を待たなくてはならなかったため、2011年6月11日に撮影された。ベルリンの大部分はスボンジーで撮影され、登場する乗り物は第二次世界大戦期当時のものが使用された。ダービルはバイクを気に入ったが、スタントマンが演技を担当したため彼は運転できなかった。カレン・ギランが初めてドクター風に出演したポンペイ最後の日や第5シリーズの 冷血でも使用されたカーディフのテンプル・オブ・ピースは本作でドイツのディナーパーティー会場として使用された。ヒトラーのオフィスはドクター風で最大のセットの一つであった。通常のように現実の建物で撮影されたのではなくターディスが壁を突破して侵入する必要があったためセットでの撮影が行われた。テスセレクタの通路のデザインは スイスの大型ハドロン衝突型加速機にインスパイアされた。ベルリンでドイツ軍人に偽装したテスセレクタがバイクに乗ったエイミーとローリーを追うシーンは予算の都合上削除された。BBC アメリカでの放送を広報したがった AT&T は可能性を再考するというスローガンに基づきモーションコミックを使ってコマーシャルの時間を バイクの広告で橋渡しするというアイデアを考案した。AT&T と BBC アメリカはモファット及びシニアと共同して60秒のシーンを作り、ダブルバレルモーションラブスがアニメ化した。ヒトラーを殺そうは2011年8月27日に BBC1 と姉妹局の BBC アメリカスペースで初放送された。 BBC1 での当夜の視聴者数は620万人に達し、その日では X ファクターについで2番目に多く視聴された。本作は放送翌日に b b c i プレイヤーのサービスでも1位に躍り出ており、99万回視聴を記録して同サービスへの8月のリクエスト数もトップに位置した。アプリシエーションインデックスも85を記録した。 最終視聴者数は810万人に上り、その週で11番目に多く視聴された番組となった。また、本作は、ゲンガーの反乱についで2番目に多く視聴された第6シリーズのエピソードでもあった。ドイツ人のガード漫画、Where the Fuck is He? と冒涜的発言をしたと BBC にクレームを入れた視聴者もいたが、BBC は彼のセリフはドイツ語のルと、 ワズマッケンズイーであると主張している。日本ではドクター風ニュージェネレーション第2シリーズとして2016年8月から第6シリーズのレギュラー放送がアクスンミステリーにて始まりヒトラーを殺そうは8月25日午後11時5分から全話ドクターの戦争に続けて放送された。少なくとも一人の批評家とアーサーダービルは本作で ドーリーのアクションヒーロー的役割が強くなっていることに喜んだ。本作は批評家から主に肯定的なレビューを受けた。ガーディアン氏のダン・マーティンはフィナーレのドクターの戦争よりもヒトラーを殺そうを高評価しており強いセンスを維持する車と穀物の輪のような派手な演出やギャグによるエネルギッシュでタイミーワイミーな離れ技だと述べた。また彼は アレックス・キングストンの演技も高評価し、彼女は普段よりも完璧に彼女の全てのセンスを盗み出し、エピソードをふさわしい感動的な最後の演技に優れた技量で持ち込んだとコメントした。後にマーティンは当時未放送のドクター最後の日を除く第6シリーズのエピソードの中で本作を6番目に良いものとして位置づけた。カジュアルな番組視聴者に意図が伝わらないことが 批判されているため、彼は、ファンの間で見解が割れるかもしれないとコメントした、上で、ヒトラーを殺そう。が大好きだと述べた。デイリー・テレグラフのマイケル・ホーガンは本作に4つ星を与え、アイディアとひねり、展開、ぐにゃぐにゃの時間の歪曲が詰まっている。はるかに疲れるとはいえ、目が眩むようなスリリングなエンターテイメントだと、絶賛した。インデペンデント誌のニーラ、デブナスは、 明るい雰囲気とドタバタとしたシーンを称賛した。彼女はメルスの正体が登場人物には不明だったが全員には明らかだったと感じたものの、ニーナ・トゥ・サン・ホワイトについては素晴らしい。彼女はキャラクターに違うエネルギーをもたらしたからあんなにも早く再生したのは残念だったと述べた。ラジオタイムズの批評家パトリック・マルケーンはデブナスと異なり、 メルスの正体のについて完璧に驚いたと認めた。彼は1969年に再生したメロディが20年後にまだ子供としてエイミーとローリーに加わっているのはプロットの破綻であると指摘したもののエピソードはそのようなヘリクスが通用しないほど早く陽気だと述べた。エンターテインメントウィークリー誌のケンタッカーは本作を驚くほどエネルギッシュで面白くクレバーで 高貴なシーズン中盤の開幕だと述べ、主要キャスト4人、特に、キングストンの演技を絶賛した。また、本作で生み出された強い感情も称賛した。イグンの、マットリズ・レイは本作を10点満点で9点と評価し、間違いなくも、ファットの最も臆することなく面白いタイムロードの、明るいエピソードだと述べた。彼は、ユーモアとプロット及びキャラクターを称賛し、 テッセレクタを低俗で記憶に残らないと批判した。SFX の批評家、リチャード・エドワーズは、ヒトラーを殺そう。にいつつ星を与え、今までにもハットが執筆した、ドクター・フのエピソードで最もクレバーなものに、位置づけなくてはならないと述べた。彼は、キングストンの演技を称賛しつつ、マット・スミスの演技にも絶賛しており、彼はジョーカーを演じても、32分の死のシーンを、 生き抜いても、全く見事な演技を見せてくれる。気楽さと、切なさのミックスを引き出すのは難しいものだが、スミスはそれを真髄であるドクターとして引き出していると、述べた。ザ・エ v クラブのケース・フィップスは本作を、B と評価し、やや割れると述べた。彼は、モファットによる、リバーソングのストーリーアークについて、良い方法で心を任せたと称賛し、 作中の会話も大きなコンセプトだと褒めた。一方で彼はテッセレクタの任務は掘り下げられたものでないと考え、淡白なキャラクターだと主張した。彼にとっての最大の問題は以前のエピソードほどのインパクトが本作になかった点であり、娘を学校の友人として育てていた事実をエイミーとローリーが簡単に受け入れてしまったことを疑問視した。 デイリー・ミラーのジム・シェリーは本作に否定的であった。彼は他のキャストが完璧に自然に自分の役を演じていたと感じた一方で、アレックス・キングストンの演技を批判した。デイリー・テレグラフの批評家、ギャビン・フラーは、モハットがテンポの良いドタバタ劇を提供したと述べ、テスセレクタのコンセプトを称賛したが、設定の機会が無駄に消費されたと残念に感じた。 本作の設定は壮大でドラマチックなポテンシャルをもたらしたが実際には物語の飾りに過ぎなかったと彼は感じた。また彼はヒトラーをコミックリリーフとして使ったことについてヒトラーと彼が率いた政権の本質を誤魔化したこのような歴史的に重要なキャラクターを扱うには変な方法だったと指摘した。さらにレギュラーキャストをどうにかして 殺そうとしているように見えるもファットについても批判した。しかし、エンターテイメントウィークリーのタッカーは、ヒトラーを素晴らしい、ドクター風のエピソードにする必要はないと考えた。時間軸が複雑に交差している様。語源は、ドクター風第3シリーズ、瞬きするなでの10代目ドクターのセリフより、ありがとうございます。